ちは、レポーターの浅田山です。今日は奇跡のリンゴを作っている木村明則さんに会うために青森空港にやってきました。雪がかなり降ってます。頑張って行ってきます。無農薬リンゴの栽培に成功した木村さんに会うために我々は青森県弘前市へ。まだ雪の残る岩木山のふもとに木村さんのリンゴ畑はあった。こんにちは。やっと到着です。青森県弘前市岩木町にやってまいりました。昨日と打って変わってかなり見ての通り吹いております。今からですね、ここら辺に木村さんのリンゴ畑があるということで、木村さんに会いに行きたいと思っています。すっかりと雪に埋もれてしまったリンゴ畑、木村さんの姿を探し奥へと進むと、こんにちは。おお大丈夫大丈夫。いやこの天気で悪い時に。すいません。いや大丈夫。びっくりした。木村さんですか。そうです。はじめまして。この天気の悪い時ありがとうございます。私東京からやってまいりました、浅田絵馬と申します。どうですか。ありがとうございます。大雪にもかかわらず木村さんは笑顔で我々を迎えてくれました。では改めまして、木村さんにゆっくりお話を聞いてみたいと思います。すいません、先ほどは失礼いたしました。いえいえ、もう寒い中本当にご苦労様でした。木村さん、本当、こんな雪の中ありがとうございます。ちょっとその手袋の下の手を見せてもらってもいいですか。いいですか。どうでした。私東京で木村さんのことを知って、多分なんだろう、力強い方なんじゃないかなって思ったんですけど。いやそんなよ。どんな手をしてるのかなって、青森に来たら一度見せてもらおうと思ってたんですよ。こんな手です。でもこの手のおかげでな、手があるから何でもやれるんだよな。私だからさ、自分にありがとうっていうの、手を見ながら、よくさ、相手に対して、助けてもらったり、手伝ってもらったりした時なんか、相手に対してはよく言うでしょ、ありがとうって、でも自分にありがとうっていうことはあまり言わないのな。そうですね。もうさ、私みんなの前では言わないよ。でもいつも思うのが、よく私の体頑張ってくれるなとな、そう思うの。だからこう手を見た時ありがとうとな、やっぱり出てくるの。無農薬にこだわり始めた